おはようございます。おはようございます。あのね、このショールームで頑張ってた神戸オートフェスティバルが出れることが決まりました。やったー。あのね、8位だったので、まあランウェイとかは別にあれだったんですよ。別にもうね、公演もかぶってたし、そんなに望んでなかったんですけど、この何ですか、ステージに立てたらいいなと思ってたんですけど、なんとステージに出ることが決まったんですよ。よかったです。本当に9位までだったので、千尋までが出れることでしたね。出れるらしいですね。そう、初めて10期生とあんまりなんかそのライブとかで関わったことあるけど、ここで喋るとかはなかったので、こういうイベントがあると喋りやすくなると思うので、イエーイって感じです。ありがとうございます。本当に皆さんの応援してくださったおかげですね。またね、ちょっと今それこそ今はライブのリハでまた次忙しくなってるんですけど、そのリハのまあちょっと休みの日とかにお礼配信をしようと思ってるので、ちょっと待っててくださいね。ちゃんとやるので、もうちょっと待ってほしいです。そうです、お願いします。はい、おはようございます。おはよう。なので頑張りたいと思います。ぜひ10月26やったっけな、皆さん予定開けといてください。見に来てくださいね。はい、待ってます。見に行くだってありがとうございます。涼しい朝、いい感じ、わかります。めっちゃ涼しいよな。もうクーラーいらん。頑張ってね。ありがとうございます。裏ナンバちゃん見て、あ、そうですね、昨日裏ナンバちゃんありましたね。あ、そうそう、握手会の前ですね。前日だったと思います。詳細次第だけど、行けてないんだろうか。ありがとう、待ってます。待ってます。あ、違う、待って、どこまで読んだっけ。あ、ルームスコメントした。あのな、9月のだいたい月に1個か、まあ2個の時もあるけど、だいたい1個ルームスのアクティビティを更新してるんですけど、始めか終わりとからへんね。それで9月がちょっと忙しすぎて、お返事ができてないんですよ、ごめんなさい。なので皆さん、よかったら新しい方に、機能更新した方にコメントしてください。そっちはちょっとだんだん返していこうと思うので、でも皆さんの9月分読んだので全部ハートをしてます。はい、本当にごめんなさい。ちゃんと押してるので全員読めました。昨日というか前から読んでたんですけど、ハートが押せてなかったので昨日押しました。見に行くけど、知ってる人に見つかってもいいように普通の格好で行きましょうって。そうな、生誕ティーとかちょっと恥ずかしいですよね。待ってます。でもありがとうございます。さっき新しい方にコメント言いました、ありがとうございます。そう、ほんで木曜日からまた、木曜日、明日から第4時かな、受付が始まるので今日は紹介していきたいと思います。このアヒルくんと一緒にね。はい、ちょっと見えるかな、皆さんにもぜひもうちょっと近くに来ていただこうかなと思いますね。周りが映らんように。もうここまで来たらさすがに見えるんちゃう。見えるよ。チッチチーン、アヒルくん。まずは、あ、そうですね、もうこの12と13は受付が終わってるんですよね。どこやろ、
これとこれですね。あと12と13はめちゃくちゃたくさん落選報告を聞いたので本当にありがとうございます。そう、あとね、そうですね、12は、あ、そうそう、皆さん気になってると思うんですけど、12はまあわからない人はいないと思うんです。わかれんけど、なんか衣装風っていうのをするんですけど、12のオンラインお話し会で、多分わかると思うんですけど、まあ一応わからなかった時用に皆さんにおすすめしておくのは、あの NMB の衣装図鑑を見ておくことをおすすめしますの。イコール、まあ、NMB の衣装の中だよっていう感じですね、着るのは。なので皆さん何を着るかはもうちょっと予想しておいてほしいんですけど、はい、あの衣装図鑑見ていただいてたら、これかなみたいな、これか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 なぐらいには皆さんの中で絞れると思うので、あと絞れてなくても、あ、これね衣装図鑑で見たわってなると思うので、よかったら見ておいてください。はい、そして13はさくらさんとお揃いなんですよね。もう服決めました、ちなみに。なのでお楽しみにしてください。あ、衣装図鑑持ってないって。じゃあね、持ってないか、まあ、じゃあちょっと予想してください。はい、そうですね、 AKB さんじゃなくて NMB の衣装です。そしてここですね、12月7日と8と1月18、19が受付できるんかな、次は。それは、うん、まあ普通だけど、10月にはあ、2枚以上でアミダンクイズをします。皆さんはどれだけアミのことを知ってくださってるのかなっていう感じですね。それで12月8は2枚以上でクリスマスカードが来ます。クリスマスね、もうすぐ、もうすぐクリスマスですね。12月7だったら、8になってたら、でも先取りすぎるけど1ヶ月ぐらいだけど、まあちょうどいい日にちがないのでそうしますね。そして1月18は、あ、これは初めてのね試みなんですけど、あの3枚以上で皆さんの似顔を描きたいと思いますね。はい、似顔絵、今までは描こうと思ったけど、なんまあ絵に自信がなかったんですけどね、もうショールームで毎日絵を描くなって、もうアミはもしかしたら画家なのかもしれないとか思ってきてるので、ちょっと描いてみたいと思います。ちゃんと希望する方のみにしますね、聞きます、前日とかに。はい、よろしくお願いします。似顔絵が描かれてで待ってますよ。なので皆さんよかったら来てください。1月18日ですね、警察官になる日です。オンラインお話し会10月分かりました、ありがとうございます。待ってます。意外とアミタンクイズ分からんかも、分からんか、まあそれはやってみてのお楽しみということでね。はい、そうやな、メガテンになるかもしれへん、似顔絵は。待って、あ、そうですね、ちょっともうね、最大限がこの辺ですね。これ以上いったら皆さん落下します。おはようございます。どこ、あ、そうです、ポリスなのでね、なんで絵を描くかと言ったら、皆さんを指名手配しちゃうぞって感じですね。全然何もぐさっと来ないと思うんですけど、はい、そうですね、警察官なので捕まえちゃいます。そうそう、指名手配の似顔絵みたいな。やばい、はい、そういう感じですね。
特外で似顔絵ルームスカどこかに載せてくれる。そうやな、載せて もいいかな載せたいけどどうやろう、皆さん載せちゃ嫌だよって方もいると思うので悩みますね。ちょっとまあ検討しておきます、考えておきます。逃亡します、ダメです捕まえちゃいますよ網が。そうですね、それでリアルイベントの方、あで1月19はもう最後のオンラインというかもうイベント自体が最後なので、あの可愛い冬服を着たいと思います。そしてリアルイベントは、あ10月27はまだね受付してるっぽいので、この12と13のオンラインは終わっちゃったけど、27はあれですね、まだ受付してるのでよかったら、うん、遊びに来てくださいね。27はあ、アミタンカフェをするんだっけな。そうですね、オンラインの時に前回のオンラインでね、あのメイドさんをしたんですけど、あの個人的に今までいろんな服を着てきたんですけど、皆さんに褒めてもらえた服だったので、ちょっと調子に乗っちゃったのでもう一回調子に乗りたいと思いますなのでね、よかったらアミタンカフェ来てください。そうですね、メイドさんになります。この前はオンラインで来たので、まあ直接見るのは初めてかなって感じですねそして11月9日は、あ、ここがね、あやみちゃんとお揃いにするんですよね。そうです、あやみちゃんとお揃いになるのでよかったら来てください。あみややですね、ここの11月9は。そしてあれ違う違う、間違えた、あ違う、合ってるか。あそれで1月12はちょっとシークレット的なやったっけ、お楽しみやった気がする。あ違う、そうそうそう、で11月23は衣装なんですよ、写メ会なので衣装になってます。イエーイ、そういう感じですね。説明はどうでしたか皆さん調子にも乗ってるよって。そうですね、調子にも乗ってますね。なみゆかちゃんのあれキャッチフレーズ、そう、それで皆さんなんかありますか、質問等そんなないと思うんですけどね、あれば答えたいと思います。普通の質問でもいいですよ、別にこれ関係なくでも大丈夫です。オンラインはあったけど10月27は初めてになるねやって。そうですね、公演とかでもあってたけど、個人っていうか対面ですか、出会うのは初めてかもですね。そうですね、うん、はい、あ9日がメイドで、そうです、9日が、あ9日がメイドか、10月27がアミアヤか。そうですね、ごめんなさい、どっちやっけなと思って。あそうや、え違う違う、あそうか、こっちがアミアヤやな、そうですわそうですわ、ごめんなさい間違えちゃった。師範と焼肉焼きまだ決まってないです。だけどゆみさんちょっと今忙しいからさ、ライブで、ライブのリハ期間で、なのでライブが終わったらまあいけるかなって感じ、分からへんけどいけたらいいなっていう感じ、願望願望ですね。はい、そういう感じですそうですわ、そう 10月27の方があれですね、アミヤヤ、そうです
ライブのお疲れき、あ、お疲れ様会も兼ねて焼肉行きましょう。焼き、あ、肉焼く係は今参戦したいです。ぜひぜひ。じゃあアミはタンを食べる係で行きますね。タン、牛タン、牛タン食べる係で行きます。そうです。カジュパ、昨日会えなかったよ。でもこよりに会ってびっくり。そうですね。アミも、でも結構昨日はね、あんまり会えなかったです。いつもと比べて。でもなんか時間ずらしてるけど会う方とは 2,3 回会いましたね。はい。そう、タンタンとですね、普通にね、タン大好きっていうのもありますね。もう焼肉行ったらタンばっか食べてるんですよね。そういう感じですね。じゃあね、ちょっとそろそろ今日の1位のチャンシモさんの絵描きたいと思います。イベント中やからカジュバやってる人多かったんかなって。あ、確かに。逆に多かったら当たりにくいもんな。確かに。ライブ終わったらゆうちゃんの誕生日やし、プレゼントとか用意しないとね。だってそうですね、もちろん覚えてますよ。でもその前にね、店長の誕生日があるので、店長の誕生日プレゼントも買いに行かないといけないなと思いました。皮抜き、多分アミタンとやりたくて師範もやってて、私は師範と遭遇した。え、嘘やん、めっちゃいいな。いいなぁ、みも。ゆみさんと出会いたいわ、カジバで。いいなぁ。だから、あ、みたいな、そうですね。だからね、なんかね、何やったっけなぁ。あ、なんか、なんだっけなぁ。なんだっけなぁ。ちょっと忘れちゃったんですけど、あ、なんだっけなぁ、忘れちゃった。ごめんなさい、何もない、やっぱり。なんだっけ、忘れたわ。ちょっと何の話してはいいのか忘れたわから、また思い出したら言います。そうですね。うん、待って、どっか行っちゃった。コメントも一緒に、雨が悩んでる間に。そうですね、あのね、今の期間まではキュウキュウ誕生日まあおったけどって感じやったんやけど、また冬場も多いんかな。そんなことないか、そんなことないか。秋、秋かな、分からへんな。どこが多いんやろうな。うん、なみたんはおしめしはり。そうですね、でもね、この期間、この期間だけはあれ、あれです、アミ、一押しアミにしました。ちょっとあの悔しいけど、やっぱり皆さんにアミを一押しにしてゲームしてくださいとか言ってんのに、アミはなんかめっちゃ一言目になっちゃうので、アミも一押しはアミにしておきました。でもその他のデッキはユミさんのままですね。本当は全部アミの方がいいのかな、分からへん。でもね、あのデッキにゆうみさんもおった。ゆうみさんのランキングにも入ってた。まだ N シップの余韻に浸ってない。マンモスさんでお願いします。わかりました。そうです、アミはね、今自分のランキングの方はね、確かね55位とかその辺やったと思います。うん、アミたんで名前にしたら1ヶ月戻せなくなりましたって。なんやろ、カジュバかな。あら、もうたまにありますよね。TikTok もね、2週間に1回やったか、1週間に1回やったか、1ヶ月に1回ぐらい名前変えないんですよ、しか。だからあんまり皆さん名前書いてある、でもあの TikTok は名前を変えるところに1週間変えれないけどいいですかって。マンモスか、マンモスってどんなんだっけ。待って、マンモスって鼻長いっけ。ゾウにさ、牙みたいな生えてるやつ、マンモス多分。
ちょっとあら、ちょっとあかんかもだけど、まあちょっとなんか可愛くはないけど、今日も牙あるよ。あるか、ありますよね、アフリカンゾウとか。ちょっと忘れちゃったけど、その辺にサバンナとかにおるゾウは。やばいぞこれは、結構やばいぞ。ちょっとやばいかも。秋田の、いや、マンモス、マンモスって思ったらマンモス、マンモスに見えるです。え、マンモスですよねこれは、完全に。マンモスって思ったらマンモスに見えるよ、なんでも。だからな、ハムスターを描いても、あのリスって言えばわかるでしょ。これは完全にマンモス。ありがとう、優しいですね。多分マンモスって、まあ多分でもマンモス、マンモスなのでね、わかれば大丈夫。ちょっと待って、前髪が、はい、いけましょう。はい、チーズ、ありがとうございます。言えるよ、マンモスに言えるよ。涙の中でマンモスとどの違いは、マンモスは茶色で、ゾウは灰色、あのグレー、グレーのイメージ。いや分からへん、勝手なイメージだけど、マンモスはなんかあの茶色い、それで覚えてるかな多分。あとはなんかマンモスの方が、あ、マンモスちょっとイノシシに似てるかな。イノシシのでかい版や、イノシシとゾウのなんかギュッて感じです。そうです。でゾウはゾウ、普通のゾウ、そういうやつですね。いいイメージやね、あて。あ、そうそうそう、そういう感じですね。皆さんもよかったら覚えててください。マンマ、マンモスはね、なんで知ってるかっていうと、なんでかな、忘れたけど、なんかディズニーのあれ、映画でなかったっけ、マンモス出てくるの。恐竜はありますよね、なんかさ、恐竜と男の子のやつ、あれめっちゃ好きです。なんで名前やったっけ忘れちゃったけど、あの映画大好きなんです。あのなんか車で長い旅をするとき、長い旅するときはそれよく見てたけど、最近は見てないですね。ギャートルズって言うんですか、ギャートルズって何やろ。多分ギャートルズやない気がする。なんかギャートルズとかなんだっけ、初めて聞いたけど、そういう映画があるんですよ。恐竜と、んどういうことや、なんかみんな、はじめ人間ギャートルズ、何それ、はじめ人間、はじめ人間、どっちやろな、発音分からへんけど、なんだっけ、かなり昔のアニメ、違う、ディズニーのさ、緑のさ、恐竜のさ、ちいちゃいさ、恐竜とさ、あの男の子のやつ、男の子、何やったっけな、忘れちゃった。調べときますね。調べときます。なんだっけ、わからないですか皆さん。なんか緑の恐竜のさ、なんか3つ卵があって、そしてパキ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 って生まれていくんですよ。それで、
うん、それでなんか、あ、それ来た来た、そうそう、うん、思い出した、アーロンと恐竜や、それ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 、それや、やっぱ、やばいやばいやばいやば、それやそれや、やっぱ、はあ、ありがとうございます、マッチさん、ありがとう、それやそれ、本当にそれや、やば、すっきりしましためちゃくちゃ、やば、え、やばいわ、これ朝一の、朝一のスッキリ度でしたね。それやそれ、あ、アーロですね、アーロ、アーロ分からへんけど、アーロと少年、それそれ、やっばー、やばやば、スッキリですね。皆さんよかったら見てください。それや、やっぱ、じゃあちょっともう男女呼んじゃいたいと思いますね。話が解決したので。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位まごさん、ありがとうございます。11位ひだかこうじさん、ありがとうございます。10位まっさん、ありがとうございます。9位りょがたん、ありがとうございます。8位こじさん、ありがとうございます。7位ロンティーめいさん、ありがとうございます。6位おうみさん、ありがとうございます。5位野原ひのすけのすけさん、ありがとうございます。4位コスモライドさん、ありがとうございます。3位コニタン、ありがとうございます。2位マキマキちゃん、ありがとうございます。そして1位はズル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 ルン、チャシモさんでした。ありがとうございました。ということでね、終わりたいと思います。はい、本当にすっきりした顔してるね、とかな、わからんけど、そうですね、めっちゃはーって感じですね。ありがとうございました。では終わりたいと思います。また、はい、またお、あのね、頑張ってください、お仕事。じゃあ行きます、せーの、ちゃんしもさん、わーい。じゃあね、明日からまたあれが始まるので、受付、第4次受付が始まるので、皆さんぜひ今日のうちにも予定を調節しておいてください。そしたら終わりますね。ありがとうございました。じゃあまた明日会いましょう。またねー。